機は熟した。いよいよ始まる。この戦い楽しみにしていたぞ。注目のファーストラウンド、何が起きる？非常に興味深い試合、見届けさせてもらうぞ。さあ試合は序盤、どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。コマンド投げを選択。さあマネージドレ、着実に投げを強化していく。手を出し合った両者、ドライブラッシュで前に出る。壁に追い詰めた、チャンスになる。さあここからだ。しっかり対空、橋攻めを継続していく。いやすんごい KO。 とどめまでしっかり。お互いの気持ちが伝わるような試合でした。どうでしたか？見事、素晴らしい。いきなり仕掛けた。捕まえて投げ飛ばす。良い投げ。手を出し合った両者、ここからどう動く。打撃はパリ、これは投げを誘っているのか。思惑が垣間見える。画面中央でのせめぎ合い、激しい翼に合い、飛び道具で牽制する。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上技となる。中足が刺さる。もっと我が輩を楽しませるのだ。絶妙な距離、飛び道具が生きる。クリアはワンアウト。ここからが正念場。何？これはわずかに残るかどうか。この後の状況で何を選択するか。両者倒しきる。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。最後まで諦めず。上から来た。この飛びはガードのアウト。投げをつかる。今のは気にするな。次だ。プレイヤー2、 SA ゲージ有利。ゲージの運用をどうするか。プレイヤーの腕の飛びは落とす。見事だ。前飛びするか。いい感じだ。対空、端からは出さない。いいぞ、その調子だ。ここで大きく前を取って、ペース上は絶対。やっぱりやるではないか。急速猫を噛む。こんな予感がするな。KO！ 良いとどめ。なかなかに白熱。